はい、ノーブルポートにやってきて、テリオンさん今連れているので、この第2章を始めたいと思います。こちらの、第3章、プリームローゼさんは、多分連れていたら白く光ると思うんですけど、推奨レベルが40なので、まあ、こちらをやっていきましょう。40はさすがに無理でしょう。まだ30になってないんじゃないかな。一番高いレベルでも。30になったかな。前回までのあらすじ。エリオンは旅に来た。レイバース家から奪われた家宝3つの龍石。都市コーデリアから3つの龍石を取り戻してほしいという依頼をしぶしぶ引き受けて。8人もね、キャラクターいるんで、ちょっと、なかなか覚えきれてないんですけど、まあ、言われたらそういえばそんなこともあったなという。屋敷での一瞬の油断により魔力で縛られた不名誉の、何これ、鉄火製。罪人の腕輪をつけられたテリオン。それを外すためにまずはこの町にあるという、石油石を手に入れなくては。そしてノーブルコートにたどり着いたが、なんか下がいつもですけど、なんかいつも以上に回らない気がする。さて、この町にいる学者が、はい。左かな？2人気になる話をしているな。どれくらい離れてるかな？ 5 メートルくらいかな？ 3 メートルかな？しかし、不気味な館だよな。町の北西にある館のことだろう。誰が住んでいるか知ってるかい？うっせえ。いや、確か。私も噂で聞いただけなんだが、オルリックって名前の学者らしい。らしいというと、なんでも。ずっと館にこもりきれという話だ。近づくと門番に追いかけされるというし。何でも真っ赤な石の研究に、それっぽいですね。打ち込んでいる。よほど人には知られたくないのかね。一体どんな研究なんだか。確かに。全く気味が悪い。関わり合いにならない方が良さそうだ。でも放っておいたらちょっと、どうなるかわからないけど。館は町外れにあると言っていたな。調べてみる価値はありそうだ。よし、ということで。北西だからこっちだな。あれが門番かな？ここか、オルリックとかいう学者の館は。これは？やはり門番がいる。あ、これが門番か。じゃあその二人は何？それも門番？ただの学者の館にしては確かに厳重すぎる警備だ。そうですね。裏口は見当たらない。となると正面から行くしかないが、厄介だなこいつは。横から行けない？もう少し情報が欲しい。そうだな、そこまでも探すか。酒場はさっき言ったけど。酒場は、街の中はちょっとね、探索をしているの、してあるので、ここですね。で、またイベントが発生。
さて、うん、オルリックとかいう学者のことを聞けそうなやつは。なんでも年かな。の最近商売はうまくいっているのかい。それがさっぱりさ。そっちはどうだい。あんまり良くないね。おかげでうちのかみさんの機嫌が悪くて。そりゃ大変だな。関係なさそうね。身のある話はなさそうだ。他には、うん、右側かな。たぶんあの館の連中と来たら、うん、館に引きこもって姿は見せないわ。門番まで雇っているわ。まったく気味が悪い。オルリックとかいう学者も中で何をやっているんだかね。よし、やはりオルリックの話題か。すまんな。相席いいか。それは構わんが。お近づきの印に一杯どうだ。ね、どうだっていうのは、おごってあげるけど、っていうことかな。よ。いいのか、お兄さん。見たとこ、この町のものじゃなさそうだが。ああ、旅のものでね、それよりもなんか面白そうな話じゃないか。俺にも詳しく聞かせてくれないか。あんたも物好きだな。まあ、やっぱりそうか。おごってもらえたし、構わないよ。そうだな。この町ではみんな噂している話だし。実は。町外れの館にこもっているオルリック計画者がいる。ずっと館に閉じこもったまま、わけのわからん研究をしているらしい。俺は何かの石の研究だって聞いたが、それが何のためになるんだか。相当な変人のようだな。それは変人も変人、誰も関わり合いになろうと思わないしな。そういえば一緒に研究していたっていう学者がいなかったか。だらしいけど、そいつも変人らしいよ。らしいぞ。町のどこかで研究を続けているって話だ。オルリック以外にも学者がいるのか。で、なんと言うんだ。確か。バーラムと言ったかな。昔は一緒に館で、研究をしていたそうだが、仲違いしたらしくてね。そうか。なるほどな。面白い話を聞かせてもらったよ。今回あんたも結構変わり者だな。すまんな。いい酒の、なんだったっけ、魚だっけになったよ。ありがとうな。うん、バーラム。最初の手がかりとしてはまず。結構長いのかな。バーラム、この人？なあ。違うか。どっちだ？こっちか？いや、あの家か。こっち？違うらしい。あれ？こっちか。多分緑色に。あれ？なんか入れなかったんですよね。さて。ここがバーラムの家か。なんか、結構ボロくない？おや。どなたかな？あんた。あんたがバーラムか。あんたって言い方はあまり好きじゃないな。そうだ。私に何か用かね。あんた、
オルリックの知り合いだよな。一緒に研究をしていたと聞いたが。昔の話だ。奴のことなども忘れた。そんなことを聞きに来たのかね。これ以上話すことはない。帰りたまえ。嫌なことを思い出させてしまったようですけど。おい。まあ待って。俺がそのオルリックに一泡吹かせてやろうと言うんだ。うん。さて。単刀直入に言おう。うん。あいつが研究をしているとかいう石を盗み出すつもりだ。ほう。ほう。君は盗賊というわけか。ああ、そうだ。やつの すいません喉が、持っている石流石石おっか喉がやはり石流石だったか、うん、盗みに協力しろというのだなそういうことだそれであの館への侵入方法を教えてもらいに来たというわけか。ああ、察しがいいですね。学者先生は話が早く助かる。うん。いいだろう。わかった、いいだろう。あの館への潜入方法を教えてやる。館への出入りには合言葉が必要だ。合言葉か。それがわかれば館の中に入れるんだな。なんか、そんなのでいいの？うん。ただし。ただで教えるってやる気はない。私の実験に必要なものを揃えてほしい。またお使い？どうしても何かやってるのかな。取引の条件ということだ。そのくらいは要求しても構わないだろう。まあまあそうですよね。わかった。それで？混じりっ気のない水がどう？混じりっ気のない水。砂漠の砂でろ過されたオアシスに湧く水を持ってきてほしい。砂漠まで水を取りに行けと。いや。この町にも砂漠から商人が来る。彼から手に入れればいい。最も貴重品で値は張るだろうがね。わかった。それが取引の条件なら手に入れてこよう。というわけで、オアシスの溝、あ、盗むか。こっちだな。どこだ？あ、な、この人か。さあさあ！とっとご覧あれ、珍品中の珍品。砂漠のオアシスの水だ。天然の砂でろ過され、混じりっけなし。さあ、どうだい？そこの道行く方、貴重な水だよ。水ね。よし。あの商人にいいんだな。そうと分かれば。フィールドコマンドかな。てか、人いっぱいいるからなんか、違う。あれ、分かれる？なんか誰か連れてたっけ？あ、連れてた。なんか盗める。ああ。町の、ああ、いい。これは盗んだ子 100% なので。さすがにちょっと 80% は怖い。え、80%? いける？いけた。何もなくはないけど戻ってきたぞ。ほう。もう戻ってきたか。もっと時間がかかると思っていたが。おい。約束だ。合言葉を教えてもらおう。いやまずは第一の試験に行こうか。まだあるの？あ？どういうことだ。
実験に必要なものはこれだけじゃない。私は一つだけと言った覚えはない。うん、まあいい、言ってみろ。ワイバーンの被膜がいる。あれはとても丈夫なもので、なんかこの人も怪しいですよね。まれに売買されている。わかった。ああ。またかーん、またかーん。今度はどっちだ。こっちか。こっち、東っぽいですね。これ盗む確率が 80% ってことは、ちょっとレベル低いかな？どうなんだろう？レベルで決まるのかな？だ。一応話しかけよう。珍しいものが手に入った。うん。80か、これ。買い取りできないのか。あ、失敗した。これもう少しレベル上げたら100とかになるのかな。多分レベルが関係してくると思うんですけどね。多分攻略サイトとか調べたら載ってるんだろうけど、ちょっとその辺は調べるつもりは今のところないので。はい、まだあるんだろうな、きっと。こういうのは大体3つぐらいあるんで。おい、できたぞ。そうそう。なかなか優秀なようだな。よし。え、まだあるんと思う。おっとっと。あと一つ。おい。嫌なら構わんよ。合言葉は別の方法で入手をしたまえ。いいだろう。だが約束を、違えるなよ。水晶鉱石。水晶のように透明だが金属の性質を持つ。これが揃えば実験を始められる。あれあれ、本当に最後だろうな。待っていろ、すぐに取ってくる。情報何もなしだな。左上に出るか。盗む。緑をターゲットに、あの人か。毎度。80か。よし、いけた。80% は本当に怖いんですよね。さて、いけるかな？おい。持ってきたぞ。あ、投げるのか。おっとっと。落としたら危なかったんじゃないの？その前に合言葉を教えてもらおうか。教えてくれるかな？待っていたまえ。こちらの実験が先だ。なんか嫌な実験じゃない？ただ働きはごめんだぞ。待てと言っている。最近の若者はせっかちでいかんな。実は。オルリックとは同じ学院で学んだ中でな、あの館も共同研究のために手に入れた。だが、石流石の研究を始めてからオルリックの様子がおかしくなった。何かに取り憑かれたように研究に没頭し、彼は誰も寄せ付けようとしなくなった。旧友である私すらもな。旧友なのか。だから彼の手から石流石を盗むのは私も賛成しているし、協力もしたい。石流石は我々が持つべきではない。手に入れたら好きにすればいい。そうそう。合言葉だったな。万物の真理。なるほど。
それが合言葉だな。ああ、それとこれを持っていくと穴が作れるんですかね。何これは。ああ、水晶の鍵。あの材料でこれを作っていたのか。水晶の鍵。そうだ。合言葉があれば館に入ることはできる。しかし研究室の扉はまた別の話だ。あの扉は特殊な材質の鍵でないと開かない仕組みになっている。ああ、なるほど。だから待たないといけなかったのか。用心深いな。友人のあんたですら信じてなかったのか。仲を違えたとはいえ、オルリックは友だ。私にとっては血を分けた兄弟同然なんだ。彼にとって私の忠告はただの節介だろうが、口やかましくて疎まれるのも兄弟分の兄の務めだ。あ、若干年上なのかな。早く生まれたとか。研究に没頭するのもいい。だがそろそろ目を覚ますよ、いい頃合いだろう。なるほど。うん、だから俺に石油で石油を盗ませる。麗しき友情、いや、兄弟愛か。どうだろうな。嫉妬や憎しみかもしれん。だがあの過去の日々が私にとって退屈なものであることは偽りのない事実。この気持ちに嘘はない。そうか。なんか俺には関係ないことだ。協力には感謝するかな。友であり兄弟か。そういえばいましたね。これでいけるのかな。あ、テリオさんの昔の。よし、持っては来ない。もう大丈夫だ、ダリウス。んー、シアの一家の連中め、いい気味だ。いつもこの辺りを縄張りだと幅を利かせて威張り散らしやがって。まさか盗みに入るつもりの家が先に荒らされているとは思わないだろう。それでな、今頃ありもしないお目当てのお宝を血まなこになって探していることだろうよ。ああ、このお宝はエスラにはもったいない代物だ。まったくだぜ。こいつを売って俺たちがパーッと。兄弟待てよ。んー、なんだ。そこで盗んだ懐の金貨があるだろう。盗みは山分けの約束だ。ああ、まったくかなわないぜ、兄弟。ちょっとした小遣い稼ぎのつもりさ。後で、なんだ、おごろうと思ってたんだ。そうか。なら今夜はこの金で宴会だな。もちろんだとも。楽しもうぜ。よし。なんか油断するな。シアの一家は盗賊団を名乗っているが、暴力も殺しも何でもありの危険な連中だ。いつどこで仕返しが来るか。わかったわかったよ。兄弟の忠告はありがたく肝に銘じるさ。もしかして、この人やられちゃうのかな。そうだね。あ、そうしてくれ。じゃあ行こう。何を悔しがってるんだろうか。よし、じゃあ向かいますかね。思ったより長くなったので一回セーブをしました。待て止まれ。見ない顔だな。何の用だ。さて、
合言葉があるとはいえ、わざわざ不審に思われる必要はない。いや、結構不審だとは思うけど。今回もなりすますとするか。その声の方が怪しくないかな。オールリック様にお届け物です。実験に使う材料とのことです。おい、聞いているか。いや、こちらでは報告を受けてないな。はあ、なんでおじいさんみたいな声なんだろう。おじいさんみたいに聞こえるのは気のせいかな。連絡の行き違いですかね。急ぎのご用とお聞きしたのですが。さあ。そうか、まずは合言葉を言ってもらおうか。はい、合言葉、あの、三択とかかと思ったけど、ちゃんと答えてくれた。よし。よし、通れ。これで OK なのか。ございます。まずは第一難、ん？関門突破か。その前に、なんか、盗める？欲しいなぁ。あー、8%は無理だよ。多分、装備だと思うので、行動速度が下がるけど、まあ、いっか。じゃ、入り、あ。ダンジョンってわかりますね。危険度が出てるんで。広いなぁ。こっち何もないか。セーブポイントがあり、ここはなんだ？ん？ちょっと待って。上はなんかあったっけ？あ、宝がある。広いなぁ。なんか物騒なモンスターがいるけど。あ、攻撃はそんなに痛くないか。ブレイクはしたけど、取りたく、テリオさんだけ結構ダメージ食らったけど。私の出番だ。消しかける。私の番。お倒した。行くぞ。進める。73%か。ブースト1回だったら 2回か。うん。パーがいい。頑張ります。よし。これしかしてこないな。行くぞ。とりあえずブレイク探しとくか、下の方。60% か、ちょっといけるかな。 60% は無理だな。それでは狙い撃つ。ブーストしたら93か。いい戦いだった。パーティー内のあの強さの格差がひどいな。3000円。こっちはアイテム。めっちゃアイテムっぽいな。
あ、またさっきのと違うのか。多分弱点だと思うんだけど、それでは、なんか使おうか。光、効きそうだな。私の出番だ。どうする？こういう石あんまり痛くないですか。負けません。ちょっと回復しよう。97%はいけるでしょ。私の出かかってこい。狙い。よし、もう倒しちゃおう。いい戦いだった。こっちもなんかあったっけ。広いなぁ。広すぎる。なんか人っぽいのがいる。用心棒。この用心棒片足立ちかな。で、頑張ります。かかってこい。結構痛いな。これで、だからそんな、あ、盗めないの。確率の問題だと思うんだけど。よし、30の大台に乗りましたね。ちょっと見えづらいけど。こっちかな。こっち何も、ん？なんかいける？これ。長くなりそうだな。どうしよう。負けません。聖火の光、輝きたまえ。さあ、どうする？かかってこい。あの宝箱開けたらちょっとカットするかな。うまく喋れないし。私の出番だな。行きましょう。
盗めるかな。316円。雷のアミューレット。